3月19日、東京、将棋会館において第9期叡王戦挑戦者決定戦上向き黒三角永瀬拓矢九段、三角伊藤翔七段戦が行われました。棋譜は公式ページをご覧ください。10時に始まった対局は17時8分に終局。結果は142手で伊藤七段の勝利となりました。伊藤七段は藤井聡太叡王への挑戦権を獲得。五番勝負第1局は4月7日、愛知県名古屋市、かもめで行われます。伊藤七段、短い持ち時間で結果を出す。叡王戦はチェスクロックを使用。持ち時間は、段位別予選は1時間。本戦トーナメントは3時間。八大タイトル戦の中では、最も短い時間設定です。伊藤、叡王戦は比較的持ち時間の短い棋戦だと思うんですけど。今まであまりそういった棋戦で、なかなか結果が出ていなかったんですけど。今期は割と、時間が短い中でも決断よく指すことができていたのかなというふうには思ってます。今まではどちらかというと、持ち時間がある棋戦の方が結果は出ていたのかなというふうには思っています。あまり相手との持ち時間が差がつかないようにということは、意識はしていて。ただ本局は、結果的には、そういう展開にはなってしまったんですけど。ただ、そうですね、ここまでの勝ち上がった中では、比較的そういったところがうまくいってたのかなと思います。そういう、持ち時間が、短い棋戦に対してちょっと苦手意識みたいなものが少しあったので、今回、挑戦できたことは良かったと思います。伊藤七段は17日、栃木県日光市で棋王戦5番勝負第4局に臨み、藤井聡太棋王に敗れて0勝3敗1時将棋で敗退しました。18日は移動で東京に戻り、19日には本局、叡王戦長決というスケジュール。よく勝ち、対局数の多い棋士の宿命とはいえ、大変なハードスケジュールです。伊藤、1日休むことができましたので、そんなにコンディション的に問題なくやれたかなと思っています。永瀬九段、80数手まで想定内。振り駒の結果、先手は永瀬九段。戦型は角換わりになりました。伊藤七段は遊玉に組み、深遠な駆け引きが続きます。このあたりはいつもながら、両者の事前研究の深さが伺えるところでした。伊藤七段が6筋の遊玉を5筋の居玉の位置に戻したのに対して、61手目、永瀬九段は8筋に囲った球を7筋に引きます。持ち時間3時間のうち、ここまでの消費時間は永瀬8分、伊藤13分。ここで少しだけ伊藤七段の手が止まります。そして約5分の考慮で、飛車先の歩を交換に行きました。永瀬九段は桂を犠牲に伊藤七段の飛びの退路を断ち、飛びの捕獲に出ます。以下はあっという間に大決戦になりました。伊藤、上向き黒三角七九玉と引かれた時に、三角八六歩から一歩交換が通るかという将棋で。本譜はかなり激しい展開になったんですけど、こちらとしても、この将棋を選んだ以上は仕方ないのかなと思いながら指してました。ちょっと本局はこちらの方がはっきり認識が不足していた印象で。上向き黒三角七九玉と引かれる局面は先手が結構手が広い局面なのかなと思っていたんですけど、玉を引かれてこちらも8筋の歩、交換を通しに行くよりないのかなと思っていて。ただ、その後の直線の変化が、そこまで深い認識を持っていなかったので、ちょっと問題だったかなと思っています。駒割りは飛と金桂香の交換で伊藤七段が駒得。しかし永瀬九段が持ち駒にした日ももちろん強力です。永瀬九段は自陣の飛びを左辺に転換して伊藤陣になり込み、81手目、持ち駒の飛びを右辺から打ち込みます。盤上はあっという間に終盤戦に入りました。ここまでの消費時間は永瀬11分、伊藤1時間16分。恐るべきことに、ここまでは永瀬九段の想定内でした。永瀬、81手目、上向き黒三角に数飛車までは予定で。ここで昼食休憩、近所のリコカレーから、永瀬九段はキーマカレー、伊藤七段はビーフカレーを出前で注文していました。通算勝率が8割4分近い藤井聡太叡王、ただでさえなかなか負けないのに、リコカレーを注文すると、一度も負けたことがないというジンクスがあるようです。八冠を制覇した現在は、東京、将棋会館、及び大阪、関西将棋会館で対局する機会がほとんどなくなり、藤井聡太叡王がその近所の飲食店で食事を注文する機会もまたなくなりました。藤井聡太叡王が対局時にリコカレーを頼むのは、次はいつになるでしょうか。伊藤七段、正確な差し回しで勝利。再開後、伊藤七段は自陣に角を打ちます。今度は伊藤七段が相手の飛びを捕獲し、取りに行く進行となりました。伊藤、三角二二角と打ってしまうと、先手玉を捕まえる形も難しくなるので。
あまり生産はなかったですね。永瀬、角も考えたことがあったんですけど、その次、伊藤玉を上部から押さえる、上向き黒三角二五カツラ、変だったかもしれないので。ただ、そうですね。先手として駒損ではあるので、そこら辺の判断が難しい将棋という認識ではありました。終盤、リードを奪ったのは伊藤七段でした。伊藤、ちょっとなかなか判断が難しい将棋だなと思ってたんですけど。少しずつこちらが駒得の形になってきて、少しペースをつかめていてもおかしくないかなという気はしていました。永瀬、92手目、三角四角桂成とされた局面が、立直線というか、そういう激しい変化が少し分が悪いような気がしたので、形勢としては少し自信がない展開になってしまったかなと思って指していました。伊藤七段は玉の周囲を鉄壁にして、負けづらい形にした後、永瀬玉を寄せに行きます。対して永瀬九段は上部脱出に逆転の望みを託します。伊藤、104手目、三角二六歩から、左辺から寄せていく方針を取ったんですけど。ただ、ちょっとそうですね。結構上部脱出を止められるかがわからないまま指していました。苦しい局面でも、不屈の精神力で指し続けるのが永瀬流。その姿勢でこれまで、何度も逆転勝ちを収めてきました。しかし本局の伊藤七段の指し回しは、ほぼ完璧でした。永瀬、終盤は、基本的に全然ダメなのかなと思って指していました。入玉を目指し、難しいところがあればとは思ったんですけど。的確に捕まえられてしまったので、もう少し。ただ、全体的には厳しいのかなと思ってはいました。142手目、伊藤七段は角金取りにと金を寄せます。駒を取られ続ける形となり、さすがの永瀬九段も手段がつきました。17時8分、永瀬九段が投了し、伊藤七段の栄養初挑戦が決まりました。伊藤、あまりタイトル戦で結果が出ていないので、もっと良い内容の将棋を指せるように頑張りたいと思います。永瀬、前期と同じ結果、超決敗退になってしまったので、挑戦者決定戦までは行ったんですけど、ただそこでやっぱり、あと一歩、一歩が出ていない状況なので、なんとかしていきたいなと思っています。両者の対戦成績はこれで永瀬1勝、伊藤5勝となりました。伊藤七段の今年度成績は50勝17敗1次将棋、勝率 0.746 となりました。伊藤七段は前期市中のランキングで対局数68局、勝ち数50勝、ともに1位。今年度、いかによく勝ったかがわかります。来年度、同い年にしてラスボスの藤井聡太叡王、八冠に勝てるでしょうか。挑戦者決定戦の舞台から帰った伊藤翔七段は、勝利の余韻に浸りつつも、次なる戦いに向けて準備を進めていました。彼の挑戦は、ただ勝利を追求するだけでなく、将棋界における新たな局面を切り開くことでもありました。一方、永瀬拓也九段は挑戦者決定戦での敗北に落胆しつつも、次なる機会を待ち望んでいました。彼の中には、未練というよりも、再び己の力を証明するための熱い思いが燃えていました。叡王戦の舞台は、緊張感と期待に満ちていました。伊藤翔七段と藤井聡太叡王、二つの才能がぶつかり合う瞬間。将棋界にとっては、歴史的な瞬間とも言える戦いが待ち受けていました。そして、その舞台での対局が始まる。盤上には、熱気が漂い、一手一手が将棋史に刻まれる瞬間であることを感じさせる。伊藤翔七段と藤井聡太叡王の間で繰り広げられる戦いは、まさに華麗なる思考の結晶であり、見る者すべてを魅了するものとなるだろう。この壮大な物語の結末は、誰にも予測できない。しかし、その過程において、将棋の美学と人間の魂が交差し、新たなる光を放つことは間違いない。彼らの戦いは、ただ勝利を目指すだけでなく、将棋の魅力を広め、世界にその輝きを示すことにもつながるだろう。そして、将棋の真髄が彼らの手によって再び解き放たれるのだ。藤井聡太叡王と伊藤翔七段の対局は、その深い戦略と緊迫した雰囲気で将棋界を圧倒しました。盤上では、駒が次々と動き、その一手一手が重みを持ち、将棋ファンの心を揺さぶりました。伊藤翔七段は、持ち前の精密な指し回しと冷静な判断力を発揮しました。一方の藤井聡太叡王も、その独自の戦術と絶妙な読みによって、盤上で独自の世界を築き上げました。観戦者たちは、その対局の様子に息を飲みながら、盤上の駒の動きを追っていました。一瞬の油断も許されない、緊迫感あふれる対局は、将棋ファンの心を熱くさせ、新たなる興奮を呼び起こしました。そして、ついに決着の時が訪れます。
最後の一手が指され、勝者が宣言される瞬間。その瞬間に、将棋界に新たなる歴史が刻まれ、観戦者の心に深い感動が残ります。この対局は、ただの勝敗の対決ではなく、将棋の美学と魅力を象徴するものでした。両者の戦いは、将棋の魅力を再認識させ、新たなる感動を与えることに成功しました。将棋界における彼らの対局は、永遠に語り継がれるでしょう。